平道大樹のホワットエー漢字は朝日放送ラジオの平日対昼ワイド番組枠 ABC パワフルアフタヌーンで毎週金曜日12時から15時に生放送されているトーク番組である2010年4月放送開始漫才コンビ矢野平道の平道大樹が単独で番組を担当する冠番組でリスナーから寄せられたお便りを紹介したり 最近のニュースで気になった話題を話したりする。2015年11月15日には、創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015の公開生放送企画として、武田和歌子のピタッと、との合同特別番組、武田和歌子もホワット、を13時30分14時25分に放送。2016年9月29日には、 ABC ラジオオータムスペシャルの一環として、宇野、森川に、かつらべ紫を加えた3人で、映画をテーマとした特番を生放送。15時終了の時期は2011年4月から9月、および2018年4月以降。それ以外の時期は、基本的に14時54分終了。また2018年1月から3月までは、大発プレゼンツイ10位に光ると、 ラジオと車と仕事とを放送するため、終了時刻が14時54分から14時49分に繰り上げとなっていた。前任の小泉恵里も同様、京本正樹、片岡愛之助、田中圭山村紅葉中村史官橋之助夫子が過去に出演した。この場合、クイズの問題は、うのではなく、AD が読む。コーナー内では、上野園と呼ばれている。 2021年4月28日放送分より、ルールが改定されたことに伴う処置。ライフラインはそれまで最大3回使うことができたが、ルール改定後は、上のソノン、AD どもに、それぞれ1回しか使うことができない。新人アナウンサーに対しては、挨拶を返す余裕がないだろうという配慮として、呼びかけない。開始時は、妄想スタート。終了時は、妄想終わり。 と小泉が合図する。妄想中は小泉のセリフにエコーがかかる。2018年6月より出演開始。創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015アーカイブド2015年10月25日アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。